なんかあの男性ホルモンを打ってると、うん、ピザンが大きく割と加えれます。下半身も女性器なのでクッテルトできるんですよ。こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとユです。今日は素敵な夫婦に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ご紹介お願いします。はい、マイドネクストファミリーのミュートアイムです。よろしくね。ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、性別逆転夫婦といいます。はい、私が元男子と僕元女子です。はい、の夫婦になります。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素晴らしすぎる自己紹介TikTok のコメントに答えていただいて、そうですね、基本はいろんなことを答えてるのとちょこちょこ見出していただいて、はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ緊張してますよ。はい、ということで今日はミックスファミリーのお二人にいろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録しておくれ。お二人の馴れ初めってどこで？馴れ初め、あの出会ったきっかけですよね。はい、あのちょうど6年前、うん、7年前ぐらいですね、ぐらいに、はい、あのちょうどお互い公演のお仕事をしてて、午後で、うん、その当事者同士とあのちょっと企業さんと集まるパーティーみたいなのがあって、はいはい、ここで始めましてって感じで会いました。はい、出会いました。はい、どっちも講師みたいなことされてて、高校でお話ししたりとかっていうのを関西の方でしてて、はい、トータルでどのぐらいの期間？7年目ってなったら結婚して今3年目なんで、21の時に出会って24の時に出会ってるんで6年目か、うん、はい。え、おいくつですか？ちょっと聞いて大丈夫？27です。僕31の年です。同世代でしたよね。私29です。うんうん、私が24です。あ、そうか。ちょっと離れちょっとこう交互にみんな交互にちゃんと同世代にすんなよって顔で言われた。今楽しいな、俺すっごい一人で何か今壁を感じてしまったの。30と24一緒にすんなよみたいな。そうやな、ちょっと辛いわ。変わらないまだ30、まだ30なんですよ。若く見られますよね。めっちゃ若いよな。言われますね。交際はどちらからアプローチして始まったんですか？え、なんで、なんでやねん。いや、最終的に言わせた。あ、そうですか。はい、なんか連絡先を聞いたのは私で、うだうだ LINE とかやり取りするのめんどくさいタイプなんで、あの、告白会みたいな感じで、はい、あの告っていただきました。はい、最初は言わせられた感じです。はい、で、そのお会いした時に、うん、結構もうちょっといい感じな雰囲気流れたってことですか？僕が初めてのMTF さんだったんで、率直に綺麗な人やなって思ったのは実際で、まあ、はい、はい、お綺麗ですねって声かけたのが一言目だったんですよ。けど、まだ眼中にはなかった。異性としてっていうのはあんまりまだ見てなかったって感じですよね。こっちがグイグイ来るんで、私もあのヒゲの人が好きなんですよ。あ、ヒゲ生えてると思って全然触っていただいていいんですけど、ハリネズミって言われてるんで、はい、もちろんです。一緒に触って、チクチクするんです。めっちゃつけヒゲって言われるよな。よう言われるんですけど、確かにここ繋がるのって結構難しいレアですね。レアです。じゃあヒゲがお好きで。そうです、そうです。ヒゲの人、あ、おるなと思って、まあ第一印象クリアなやなみたいな、あー、ありました。はい、グイグイが出てたってことは、もうじゃあもう最初から狙いにいってたってことですか？あ、でももう一人ちょっと天秤にかけてた。まあね、後々ちょっとなかなかの物事になるとは誰も思ってなかったから。ちょっと初めましてで、ね、やばすぎて。ね、付き合ってない時はやっぱり、はい、あれして、ね、いるもんね。そうそうそう、天秤にかけられて買ったってことで。ああ、すごい。でも買ってるからすごい。そうです、買ったんで。性別は変えられたんですか？それとも付き合う前にも性別は二人とも変えてたんですか？僕は変わってました。私はちょうど1ヶ月後に手術でした。はい、はい、二人ともタイとかに行かれてされたんですか？僕はジャパンです。あ、どっちも、はい、日本さんですね。日本さんです。え、タイさんとかって言う？タイさん、日本さん、肉じゃないんですけど。結婚されて3年、はい、喧嘩されますか？めっちゃします。日常茶飯事です。力は絶対こっち。そんな力っていうか、そんなこんなしないですよ。するわけないじゃないですか。押さえつけてこっち。やばい。
口が悪いって言うけど口が悪い悪口やったな。なんなんですかね。まあやが最終的にもうどっちもがぶつかる性格なんで、曲げたくないでこう来るからもうこれでこう引いたんでっていう感じなんで。謝るのはどっちですか。謝ります。なんかブワーって言っちゃって後々考えてちょっと言い過ぎたな、ごめんねってなります。うん、口悪かったな。あ、そう、口悪かったなかった。甘えん坊なのどっちですか。赤ちゃんに、めちゃくちゃ。あ、やっぱりそう思いました。赤ちゃんになりそうなタイプ。どっちかというと、どっちかというと、はい、めちゃくちゃおうちは赤ちゃんです。みゆさん、みゆかんって感じ。もうこっちが赤ちゃんになるので、はい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 、いやー、ギャップやわましてなんですけど、ちょっとやらしい顔してるなと思って綺麗と思ったんですよ。やらしい顔してる。褒め言葉ですよ。あ、そのめっちゃけなしですけど、めっちゃ褒め言葉ですこれ、はい、はい、すごい。え、初めて見た時にやらしい顔してるなと思ったんですか。いや、今あゆみに対してはなんかただのバカかなって思ってたんですけど、ひげ初めて言われました、エロそう。え、本当ですか。私からすると。そうなんですね。うん、お二人はもうカミングアウトとかはいつのタイミングでされたんですか。うん。みゆはカミングアウトしたことないって言ってたけど。そうなんですよ。うん、親は言ったんですけど、友達はもう昔からこういうなんかキャラ展開で生きてたので、うん、なんかもう女の子っぽい男の子っていう風にずっと学生の時通ってて、うん、あ、だはよ手術しやみたいな感じで友達から結構背中を押されてた人間でしたね。うん、はい。あえてみんなにカミングアウトはしてないんですけど、やっぱ SNS とかでみんな知ってくれてる人が多いんで、はい、みんなに知ってくれてますか。はい、 TikTok で、はい、性欲はあるんですか。あ、私超最近あるみたいな、はい、あるに決まってんじゃねえかよ。あるに決まってんじゃねえかよ。夜の話すごいよ、結構気になります。聞いたことないので、はい、確かに自分たちのチャンネルではなんかこう、なんやろ、もうちょっと先で喋ろうかなと思ってたんですけど、はい、結構他のチャンネル出させてもらうと、うん、絶対夜の時聞かれるので、絶対聞かれますね。まあ、私はもう戸籍変わってるってことなんで、全部手術してて、うん、はい、下半身も女性器なので感じますし、うん、濡れるし、テルテルできるんですよ。はい、はい、まあ、旦那さんの場合はそうですね、もう下がついてないんで、はい、やっぱね、そういう行為になるともうですよね。もしくはもうこれですね、かもうおもちゃ使って、うん、でもなんかあの男性ホルモンを打ってると、うん、ちゃんがなんかこう大きくなるので、はい、割と食われれます。それあのさ、毎回言われるけど、あの人によると思うんですけど、はい、どのぐらいこうホルモン注射を続けていったら、うん、ある程度の大きさになってき始めたのかなみたいな、めっちゃ気になるんですけど、それがはっきりは覚えてないんですけど、はい、やっぱり打ち始めた段階からの育成をしっかりしてれば、それなりにやっぱり大きくはなるんですけど、やっぱ 1,2 年目が勝負っていうのは、それを僕聞いたのが遅すぎて、はい、1,2 年目が勝負、もうだいぶ経ってから気づいたって、それを知って、てかもうあんまりそこまで立派なものをっていうのはできなかったんですけど、まず育成が気になったの頭入ってきて、他の話言ったら、あの注射器、はい、直近して、あのあるじゃないですか、男性のあれでも、はい、ものをちゃんとすれば、それなりのものは男性でも行為を取れば取るほど大きくなるそうです。1,2 年が勝負、 1,2 年が勝負だそうです。うわー、で、もっと早く知りたかったですね。やったらもっと立派なものがね。あ、じゃあ最後に、はい、どちらが積極的にリードするんですか。もう多分うんやと思います。はい、なんか私も女性なので、なんか男性にリードしてほしいっていうのもありますし、うん、はい、でもなんか自分から攻めたい時もやっぱじゃこれえ、そいはいはい、ですよね、ですよね、ですよね。逆にどのリードがある、でも生活、生活とかね、生活も起きて、日常のリードはどちら、リードはどちらで、はい、日常のリードは、日常のリードは僕がこうやっていこうとするんですけど、反対方向はありに、言うこと聞かない、そうですね、言うこと聞かないです。こう引っ張っても全然ちゃう方向に行っちゃうっていう、ほんまにそれをリードつけろよって話やな。ほんまにマジのガチのリードをつけないと、はい、なんか言っちゃうんだ。あの
困ってください。はい、はい、こんなね、素敵な話を本日はさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ネックスファミリーの TikTok やあの YouTube は概要欄に載ってるので、はい、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。